今日はファイターズ先発は有原。その有原のまず立ち上がり、2アウトをしっかり取って、松田にヒットを許した後でしたが、4番のデスパイネはフォークボールで最後空振りの三振に切りまして0点で立ち上がります。ファイターズも1回の裏、2アウトの後近藤でした。しっかりとここは左中間にツーベースヒットを放ちます。昨日から打棒が大分かってまいりました近藤。その近藤セカンドにおいて4番の中田翔でしたが、ここはファーストアウトバットはチャンスで回るもセンターフライに打ち取られて得点になりません。ホークス先発ミランダもまずは0点で立ち上がりました。2回3回と両軍無得点で4回の裏、ファイターズはワンアウト満塁とチャンスを作ります。中田のヒット、ワンのデッドボール、そして渡辺のヒットもありまして塁を埋まった後、中島が先制のタイムリーヒットを放ちます。これでファイターズがひとまず有原を援護。5回の裏、ファイターズノーアウトランナー1塁という場面、先頭バッターフォアボールに西川が出塁しまして、そして弾丸のヒットで太田が右中間にタイムリーヒットを放つと、西川が一気にサードを回って帰ってきました。これで2点目が入って2対0。7回の表ホークスは、この回先頭三森、有原のアウトコースのボールをレフトスタンドに入るかという打球、これがツーベースヒットされました。三森も昨日スリーベースヒットを打って今日先発出場してしっかりとね、ツーベースヒットを放ってチャンスメイク。しかし松田はここはダブルプレーに打ち取りました。セカンドライナーダブルプレーで有原ピンチをしのぎます。これが大きかったですよね。これ0点でしのいで、するとその裏、7回の裏にファイターズにチャンスが回ってきます。ワンアウト満塁でした。で、中田翔のこの辺りはショート、深いところで今日はショート今宮ではなくて高田が入っているという中でショート初投球、中田翔には打点1、そしてエラーでも、得点が入りまして2点加わって4対0とリード広がります。で、8回の表頭は堀が出てくるんですが、ワンアウトランナー1塁2塁となってピンチで宮西が登板で、宮西はわずか2球で6-4-3のダブルプレー、職人芸でピンチの目をくすり取りました。そして最終回は秋吉が出てきて、秋吉も最終回ワンアウトから鎌本にフォアボールを与えるんですが、三森を三振に切って最後は松田をセカンドゴロに打ち取ってゲームセット。有原が今シーズン見事4勝目をマーク、月間 MVP にも近づいたという見事な勝利でした。現在、防御率ランキングのトップの有原ですけれども、今日も